仕事が遊び、遊びが仕事の二人ですから。なるほど。この二人ともの笑顔がね、めちゃくちゃかっこいいです。これぞアブデカというね、最も危ないデカの、タバコを付き合う大桟橋をちょっと彷彿とさせるような、ね。アブデカファッションチャンネル、どうも、こういちです。私が、なるほどおじさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。それで今回は第29話の追撃ですね。です。こちらのファッションとね、見どころをお届けするんですけど、はい、あらすじですね、まずこの回はですね、ゲストの犯人役がまた大物です。あ、大物、誰なんでしょうね。遠藤健一さん。あー、遠健さんですか。遠健さん。なので遠藤健一さんは実はこの回と、もっと危ないデカでも一度犯人役で出られてるので。あ、そうなんですね。そう、だから計アブデカの中で2回にわたって、ゲスト出演、犯人で得られてると。あ、そうなんですね。いうことで、まあ、ストーリーとしてはですね、カオルが昔捕まえたリサという女性が、うんうんうん、まあ、冒頭で少年院から出所するタイミングで、うん、まあ、迎えに行くと。カオルは迎えに行くんですか。カオルと、まあ、カオルがユージにお願いをして、カオルとユージで少年院から出てくるところ迎えに行くと。迎えに行って、まあ、それ3年そこにいたということで、まあ、3年経つとね、環境も変わるしっていうことと、まあ、よくある話ですよね。その出所後のケアによってまた再犯をしてしまうだとかっていうのも、その世の中的にあるらしいじゃないですか。その中で変な人脈を持つとまた再犯率が高まるとか、はいはい、だから多分出た時のケアというのを多分カオルは徹底する意味合いで、まあ、迎えに行きました。迎えに行ったんだ。そうすると迎えに行ってから3年経ったのにもかかわらず、出てからそのいろんな事件がまたスタートする、あらあら、巻き込まれるというか。へー。そう、だからリサの周りに、まあ、元々の仲間、うんうんうん、まあ、不良仲間というか、はい、今度リサの仲間が今度襲われていくというか、殺されていっちゃって、で、カオルがね、リサを守るために、まあ、どうそれを止めるのかという流れで進んでいくストーリーに、遠健さんがこうその中で一応、まあ、絡んでくるというか、うんうんうん、形ですね。まあ、ネタバレをしてしまうと、遠健さんは犯人なので、はあ、うん、でもそんなことを思わせないストーリーでなかった。なるほどなるほど。遠健さんはそのリサでしたっけ、はい、リサの仲間なんですか。そう、リサの仲間で男が、4人ぐらいいて、4人プラスリサの、まあ、5人のグループという、うん、はいはいはい、それが、まあ、やんちゃをしてた不良グループと、うんうん、なるほど。でそこに、まあ、昔に銀星会だったか銀星会じゃなかったかな、その一味から遠健さんは、まあ、仕返しをされて足が不自由になっちゃったんですよね。あ、そうなんですね。そういう、まあ、背景もあって、なるほど。覚醒剤5キロをその不良グループ、リサとか遠健さん、うんうん、まあ、アキラという役で遠健さん出てるんですけど、うんうん、そのグループが覚醒剤5キロを、まあ、横取りしちゃったと、うんうん、へー。ただ、まあ、時が経ってる、その頃から時が経ってるので、その仲間の中にはもう別に復讐だとか、その昔の悪さしてたっていうのは過去のことになってる、そうことになってるのもいるけど、でもリサは外に触れてないので、うんうん、出てきたらやっぱりそれがまあ仲間の感覚でいるみたいな。なるほど。そういう、そこでも温度感も温度差も含めてストーリーが展開してるということですね。うーん、これも非常にまあ見応えがある、その若者のなんかよくある何でしょう、こうストーリー的なところですけど、見応えがありますね。なるほど。で、じゃあタカのファッションからいきましょう。はい、タカさん。タカのファッションは、はい、これもねちょっと定番っぽく見えるんですが、ネクタイがなんかでもドットが結構はっきりしてません？そう、よく気づきましたね。なんか前はそんなにこうはっきりさせたやつじゃなかったですよね。さすが、よく見ていただいて。いやいやいや、もう毎回見てるから。ドットの柄がこれまでのタカがしてたドットというのはもっと細かいマイクロドットとか、はい、ピンドットって言われるものですね、はいはい、でこれもう少し大きく、ピンドットではなくて少し大きい、ポルカドットまではいかないかな。いろんな種類あるんですね、ドットの。そう、ドットの種類もね、そのマイクロドットとかピンドットとか、なるほど、コインドット、ポルカドットとかね、いろんな大きさがあるんですけど、ね、今までのよりも少しドットの柄がね、ね、ドットが大きくなってる。そう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 、はっきりしてるなっていう印象を持ちました。ね、うん、だからそう、あの同じに見える人もいるかもしれませんが、ドットの大きさが違う、これは新しいネクタイなんですよね。いいですね、こういうネクタイも。そう、なんかこう。洒落てる感じになるし、なりますね。タカの男臭くて、でこのまあサングラスとかかけると結構いかつくなりやすいんですけど、このドットがちょっとね、洒落っ気をこう、うん、増してくれてるというか、うん、その辺のバランスを取ってくれてるのがこういうね、ドットのネクタイ
で今回そのドットの遊び心がちょっと大きくなってる、なるほどなるほど、感じですね、はいはいはい、っていうのが高野ファッションです。え、続いて、はい、ユージですね。はい、ユージのファッションはこれも前回のね、その、はいはい、ヘリンボーンっていう柄のね、説明を以前の動画でしてるんですけど、そのヘリンボーンのダブルのスーツですね。はい、そう、策略の回だったかな、これを細かく解説したのは。やっぱこのね、ポケットに手突っ込んだ時のこの腰回りのゆとりがこうなんか余裕があって貫禄がある感じ。そうですね。なんだけども実はその腰回りはね、そんなにすっごいダボダボさせてるわけじゃなくて、そうですね、一番大きさがあるのはこの胸回りと肩回りなんだよというこのソフトスーツ。このねヘリンボーンの柄がやっぱ洒落てんですよね。ベージュというかグレー、かっこいいっすね本当に。だから、うん、余裕がある感じというか、だからこのぐらいのサイズ感で例えばまあ 5,60 代の方とかだと様になる人は多分たくさんいると思うんですけど、うんうん、これをまあ30後半でね、うん、これだけこう着こなせてるというか、すごいと思います。すごいですよね、うん、そう、僕はだからそのねトレンドを前世の時を目の当たりしてるわけじゃないので、はい、その頃をやっぱ見てみたいですね。なるほど。どういうその、まあ、ジョルジュ・アルマーニのソフトスーツという仕掛けがこうね、はいはい、一世を風靡した中でどのぐらいの人がこのねソフトスーツってものをうまく着れてたのかとか、例えばまあスーツにサングラスってかっこいいんですけど、うんうん、ちょっと間違うとそうですね、失敗するんで、失敗しますよね。そう、失敗しがちだと思うんですよ。そうなんですよ、結構ハードルが高い組み合わせなんですよ。本当そうだと思います。っていうのをこれだけね、決まってる、決まってるっていうのはやっぱり素晴らしいですよね。やっぱりね、舘さん恭平さんのそのかっこよさ、ベースの根持ってるお二人のかっこよさがマッチしたんだなっていうのをね、もう何度見てもどの回を見ても思わされますよね、うんうん、そうですね。なるほど。というのがユージのファッションです、はい、そして見どころですね、はい、見どころはですね、先ほどね冒頭のあらすじで言った通り、リサが出所したところをカオルとユージが迎えに行ったと、うん、で出所するってなると他の仲間がとか親御さんが迎えに行くケースっていうのもあるらしい、ね、そうでしょうね。だから今回に関しては、まあ、カオルとユージが迎えに行ったと。で、まあ、カオルがどこかにご飯でもというか連れ出そうとするんですけど、ユージが結構こう大人らしい、大人っぽい立ち振る舞いをしてですね、ほう、その女の子のお誘いするときには、うんうん、それまず先約を確かめるんだみたいなことを、カオルになんか諭してるシーンがあって、ではまあなんかこう刑事の世話になりたくないよという形でリサは、ああ拒否するんですね。そう、カオルのこのねお誘いを拒否する。まあ、とりあえずレパードにリサを乗せて、聞こえないようにして、うん、カオルにレディをお誘いするときはまず先約を確認するんだと。なるほど。っていうことをユージが言っていて、かなりユージがまともなことを言ってるなと、でカオルがそれに対して、さすがナンパとそういうねこう軽妙でね立ち振る舞いがナンパなユージのことを言ってるんですけど、ユージは単なる年の子というふうに切り返してるこのやり取りが、うん、セリフの妙というかね、おしゃれですね、しゃれてるんですよなんかね。そう、でもスマートですよね。確かに予定というか戦略を確認するユージという、これかっこいいなと思いましたね。そうですね、恭平さんならではというか、ですよね、その洒落てる感じ、やっぱりそのユージのキャラクターと恭平さんがまあね、マッチしてるのはもちろんですけど、はい、それが本当自然と表現されてるような感じしますよね。本当自然じゃないですか。だから本当にユージなのか恭平さんなのかもう分かんなくなる、ね、見てる人は多分分かんなくなるぐらいに、本当柴田恭平っていう一人の人物と勘違いしちゃうというか、ね、でも恭平さんをすごい好きになるですよ ね, ね。だから世の中の人にはその恭平さんが、まあ、要はカメラをオフにしたら割と寡黙で繊細でというか、高という字と恭平さん、舘さんが、逆のね、っていうのをオフの状態っていうのを知らない人もいるぐらい、それぐらい恭平さんと裕二がね、そうですよね、一緒に見えてしまうというか、同一視しちゃうとかありますよね、あると思います。続いて、はい、次の見どころがやっぱ円剣さんですね。ゲストの円剣さん。そう、まあもうネタバレしてるから言いますけども、まあ真犯人、一番ねクライマックスで出てくるんですけど、でももう出てきてるところからやっぱり円剣さんのそのね持ってる表情を見た時に目の奥が笑ってないというか、ちょっとサイコパスっぽかったり、なるほど、
冷酷な感じ、うんうんうん、遠見さんってやっぱりそういう役、うんうんうん、今でこそね、うん、なんかちょっとこう、うんうん、お茶目な感じとか、そうですね、なんかねハートフルな感じのところはありますけど、悪役、まあ若い時多分そういう役が多かったのかもしれないですね、ばっかりね、うん、ハートフルになってるのは多分本当ここ最近というか、ね、ここ最近ですよね、そのキャラクターが遠野憲一というキャラクターが世に認知されるようになってきて、 そっちもどん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 こう出してってる感じありますけどね。でもこの頃ってねやっぱりもう悪役ばっかりというか、なるほど、でそれが本当にね出てますね、なるほど、冷酷な感じというか、どこかなんかねやっぱ怖さというか、うん、恐ろしさをちょっと感じるような、うんうんうん、その遠見さんの表情もそうだし、うん、間とかね、まあ、そう立ち振る舞い、間、表情、うん、このあたりが素晴らしいなと、なるほど、まあ、本当犯人にうってつけです、なるほど怖さを感じるところがあるということですかね、うん、そうですね、そのなんて言うんでしょう、見た目の怖さとかいかつさっていうよりもその持つ雰囲気とか、なるほど、にじみ出てくる怖さ、そう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 、うん、これが醸し出してる怖さ、うん、醸し出してる怖さ、これがねすごいし、なかなかこれをだからねできる人も少ないと思うので、うん、なるほど、そこが見応えですね、なるほど、遠見さん、うん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 、そして続いてがですね、これはまあリサをね守るというか、リサをケアするという意味でカオルがフィーチャーされてるところがあります、うん、はい、はいはいはい、でこれまでの回でもね、やっぱりその少年少女が出てくるとカオルが急にこうね大人びるわけですよ、あーなるほど、大人ですよっていうことでいきますもんね、当然、そうそうそう、だからタカとユージとのいるカオルじゃない、うん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 、何度もねこれまでもそのジンというやつが出てきた回でもありましたね、そうなんですけど、うん、年下だったりそのケアするっていう人が出てくるとカオルが急にね大人な、お姉さんを出しますよね、そうお姉さん、うん、セクシーで色っぽさがあるカオルが出てくるんですよ、なるほど、でこれは表情、目、うん、目、それからウィスパーボイス、うん、これカオルのウィスパーボイスもこの回ではものすごく楽しめるので、なるほど、大人なカオルというのの見応えがね、なるほど、ありますよね、要はタカとかユージからすると妹分のカオルのはずなんですけど、まあそうじゃない顔を見せてくるってことですかね、そうですね、だから割とこの回の中ではそのコメディエン的なカオルはあまり封印してるわけですね、封印してる感じですね、うんうん、なるほどなるほど、それも非常に見応えがあるし、あると、特にそのリサというのを、うん、あのリサを説得する、まあ、ケアするからうちに泊まりなよということをカオルからリサに提案する、ね、提案するんだ、でその時 の、 あのシーンというか、うんうん、その時の場所が、はい、場所がこの横浜港シンボルタワーというところで、お、はいはいはい、あのカオルが説得をしてるんですけど、なるほど、このシーンなんかはね本当にもうかっこいいですね、カオルがちょっとかっこいい感じの、なるほど、演技をしてるので、なるほど、やっぱ見応えがありますね、はい、大人なカオルと、なるほどですね、はい、続いて、はい、次はですね、バイクで、まあ、この犯行、この事件の犯行を重ねてるのは実はバイクに乗って、まあ、犯行を犯して、まあ、逃走してしまうというやり口なんですよね、で実は、まあ、そのリサもユージとカオルにその出所で迎え入れられてからレパードで走ってる時にまた襲われてるんですよ、でそれはユージが機転を利かせてサイドミラーでバイクから銃で撃とうとしてるの分かったからユージが逃げれたんですけど、うん、バイクを使って反抗してるというところで、次にね反抗した時もそれはタカが聞き込みに行ってる時にちょっと目を離した隙に起きてしまったんですよ、で銃を撃ってバイクで逃走したというところでタカがそこにあるバイクを乗って追いかけると、うん、はいはい、でこの鈴木のバイクがシグニチャー的なね、アブデカ好きの方だったらやっぱり見たことあるバイクだと思います、ああそうなんですか、はい、僕らの動画でもねその出てきました、その赤のバイクですね、はいはいはい、そうこれは真似してしまう仕草でもね、バイクをね買いましたなんて方コメントしてくれた方がいたんですけど、うん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 、その方が買ったのも多分この、はい、赤のバイクだと思います、なるほど、はい、でこの、ね、鈴木の赤バイクを乗ってるタカのね、まあ、追いかけるシーンが見れるので、そこも非常に見応えですね、確かにかっこいいんですよ、このなんか赤とタカの重厚のダークスーツの色のバランスがなんか良くてですね、いいんですね、そう、なるほど、映えるんですよね、そして次がですね、はい、リサがいろいろとちょっと傷ついてるよ、周りの
元不良仲間というのが殺されてしまったり、あらあら襲われてしまったり、傷ついているというところで、うん、それをこう、まあ、捜査をしている中で、課長が女性は何とかしろよと、ケアしてあげろよという話をするんですけど、タカが、泣いてる女を扱うのはあんまり趣味じゃないんですよっていうのを言っていて、うんうん、で、近藤課長が、じゃあお前は趣味で捜査しとんのかと。ああ、なるほど。仕事やないかと。仕事やないかって。趣味で捜査してんのかっていうと、ユージが、趣味はこれですって、まあ、拳銃をね、こう出すという、ここがね、やっぱさすが。なるほど。シリアスなシーンであっても、まあ、ユーモアで、うんうん、確かに。趣味はこれですよっていう。拳銃を撃つのが趣味で、操作は仕事だと思ってるけど、やっぱりまあ、どっちもね、仕事が遊びで遊びが仕事の二人ですから。なるほど。そこが出てるのが。なるほど。そう。だから、タカは泣いてる女性を扱うのはあんまり趣味じゃないんですね。そういう一面が見れました。はい。そして、まあ、ラストの方ではね、その、エンケンさん演じる、まあ、アキラというのが、うん、結局はですね、自分の足を怪我させて腹いせに、覚醒剤を奪った足が片足動かなくなってしまった状態で、びっこ引いてる状態で生活をしてて、まあ、バイクには乗れるんですよ。反抗したのはエンケンさんだったということで、はい、それがまあ、アキラがやってる、エンケンさんがやってるカフェで、うん、反抗に使われた銃弾が1個落ちてて。ああ、そうか。まあ、要は、誰もそう思わないじゃないですか。ビッコ引いてるし、その反抗するような、うん、その体ではない、うんうん、だけど表情を見るとやっぱりそのね冷酷な感じとかが出てるんで、なるほど、最後の最後でなんかそれの紐がね繋がったというか、なるほど、だけどその時にはもうカオルとリサが襲われてるような状態、うーんで、まあ、最後はそれをこうタカという字がしっかり、まあ、捕まえる形で、はい、まあ、間に合う、アキラを、まあ、捕まえるんですけど、うんうん、もう間一髪で、うん、まあ、殺される直前みたいなところで、うん、だったので最後はカオルがこう腰を抜かしちゃったんですよ。要は助かったことで、もうやられると思ったところで助かったので腰を抜かして座り込んじゃって、うん、まあ、リサとカオル両方ともですね、うん、そしたらタカという字が腰を抜かしたカオルを見て、うん、はい、まあ、ケツが重くて立ってられなかったんじゃないのって言ってる時のこの二人のね、うん、笑みですね、うん、特にまあユージのふっとした笑いなんですけど、この二人ともの笑顔がねめちゃくちゃかっこいいです。これぞアブデカというね、最も危ないデカのタバコを付き合う大桟橋をちょっと彷彿とさせるような、ね、思いっきりの笑顔というよりはふっとしたその笑みなんですけど、うんうんうん、これがねなんでこんなかっこいいんだろうっていうね、ケツが重くて立ってられなかったんじゃないのふっていう、その二人がちょっとニッとしてるのがね、うんうんうん、もう大人の色気がね、なるほど、たまらないですね。うーん、これはぜひこのクライマックスを見てください。この二人がねふっと笑う時のクライマックスがね、はい、渋くてかっこよくてたまらないですね。なるほど、はい、で最後にまあ、カオルもね必死にこう、まあ、リサを連れて逃げ回ったりしたので、はいはい、最後の最後は、まあ、カオルに対して危ないメデカというセリフをタカという字がカオルに吐くわけですね。なるほど。要はだから、まあ、危ない二人っていうふうにカオルはね、うん、タカという字は危ない二人って思ってるけど、いやいやお前も十分危ないよみたいな意味合いで、なるほど、危ないメデカっていうことを、なるほど、いう最後の、それがまあ締めくくりなんですけど、まあタカとかユージにしてみたらカオルに対する賛辞というか、そうですね、ね、賛辞でもあるし、まあそうやって危ない中よく守ったという意味も、うん、リサを守ってその逃避行したんで、ね、そういう意味合いもあったかもしれませんね。そうですよね、うん、という危ないメデカというセリフも聞けるということで、うん、それがこのね追撃の見どころですね。はい、このゲストも豊富というかね、うん、個性中野秀夫さんもね出てますね。そうです、はい、中野秀夫さんも出てますね、はい、結構盛りだくさんというか盛りだくさんということですね。はい、ということで今回は第29話の追撃について、タカ&ユージのファッションと見どころについて小石さんに解説をしていただきました。はい、そして次回はですね、次回はもうこれは打って変わって。打って変わります。もう打って変わって。打って変わります。アブデカファッションプロダクト。プロダクト、実はいろいろね、はい、情報だとか。はい、ステンカラーコートについてですね。ステンカラーコート、情報いただいて、うん、これの、うん、続編をね、はい、お取りしたいなと思ってます。楽しみです、はい、何が起こるかもお楽しみですから。はい。はい、それをね、楽しみにね、次回をお待ちいただければと思います。はい。ということで、アブデカファッションチャンネルのチャンネル登録とグッドボタン、
よろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。